今日はまた別の道を歩いてみたいと思います。九十九里田んぼです。こんなところに落書きがあります。橋ですね。川が流れています。用水の堰です。ここにも落書きが書かれてます。どんどん道を進んでいきます。森の中の小道の中に入っていきます。道を抜けるとログハウスがいっぱいあるところに出ます。なんか海外の街に来たみたいな、そんな感じのとこです。おしゃれな家がいっぱいあります。カラフルな家がいっぱいありますね。かわいいお家がいっぱいあります。自然に囲まれていて、なんかリゾート地というか別荘地に来たみたいな感じがします。ここにも植えてはいけないと言われている外来種の黄色い花がいっぱい咲いていますね。結構田舎のこういう空き地みたいなとこにはよく生えているんですよ。猫がいっぱいいます。逃げていきました。ここは石屋さんです。なんかいろんな灯籠だとかお地蔵様だとかいろんなものが置いてあります。裸の彫刻がありますね。ここは戸枝の森というところです。中に入ってみたいと思います。戸枝さんの銅像ですね。利根川からわざわざ水を引っ張ってくる事業を起こした方です。まあ、この辺九十九里の辺りは、用水の確保が難しくて地元の恩人と言われています。町の公園として、開放されているとこです。ここには昔戸枝のおばあちゃんと言われている、その遺族の方が、一人住んでいた建物が残っていますね。このおばあちゃんはお父さんの豊田さんが、事業でお金を皆さんのために使ったので、自分の敷地を手放したそうなんですが、ここが大好きで買い戻したそうなんです。割と手つかずの森でして、そのおばあちゃんは生涯独身を貫いてここで余生を送ったそうです。まあ本当におとぎの国の中に出てくるような感じの場所でしょうね。ちょっと怖い。橋がかかってます。この畑の植物、なんだか皆さんにわかりますか？僕最初これ見た時に、こんな野菜見たことない、初めてだなと思って一生懸命調べたんですが、これ実はタバコの栽培なんです。大きな葉っぱですよね。